ちょっとここで待ってて。はい。あの馬は逃走に使える。何言ってんだよ。もっと遠くに逃げないと、ここもじきに捜索される。それに私は悪魔と一緒に食事なんてできない。お前な。お待たせ、入ってきて。あ、はい、今行きます。俺が全部話すから余計なこと言うなよ。君たちか、家出したんはどうしたかすかい。南方マーレの名前。はじめまして、僕たちは兄弟で、ベンとミアです。わけあって親元から逃げてきました。僕たちにできることがあれば何でもします。だから数日だけここに泊めてください。お願いします。そげん子供が頭を下げるもんやない。ブラス厩舎へよう来たね。何日でもおったらいいって。そしたらはよ朝飯食わんと。疲れてるやろ、それ食べたら横になっていいけんね。リサ、この子は。ごめんね、辛いことがあったんやろうに。いえ。妹がすみません。いただきます。うまい、おいしいな。本当においしい。ほら、ミアも食えって。